どうもエルザです。それではクラッシュバンディクー4をやっていきたいと思います。さあ今回はコルテックスですね。箱に運ばれてと、ということでやっていきたいなと思います。なんだろうな、今これ見たらちょっとやりたくないなと思ってしまった。まあ行くか。まあ頑張るのはコルテックスだけどね。箱に運ばれてどこに行くのかな。いやーにしてもほんとこのゲームはむずい。アクションねー、いややったけどマジ難しいな。歩くときめっちゃ凛々しい顔してるんだねコルテックスで。ほう、なんでこのちょっと迷路式になってんの。ホバリングがね難しいんだよな。ホラーだったらここ出てくるんだけどね。ちょっと待った、思ったよりも当たらないぞこの銃。十字機で、いや十字機でもない気がするんだけどな。あえっ、だった二段ジャンプできないんだった。そこよね、二段ジャンプできるゲームなのに急に二段ジャンプがダメになる。いやゲーム的にはよく考えたよなと思うもん。そう問題の、ちょっとマジか、あれ引っかかんのか、あれ引っかかんの。消えることはない。いやーでも綺麗だね。あーマジか、難しいんだって。あービビってしまったな。当たりそうで当たんないんだよなこの子。マジか、あれ積んだことないこれ。あ出てくんのか。あー危ねえ。やっぱ性能的にクラッシュに劣るもんな。残念なことにね。いけなくはないと。何のジャンプだった今の。
なんで2段ジャンプしたんだ今。まさか1フレームで技できたかな。あーそういう感じか。怖えな。あー落ちるんかい。待って待って、ジャンプ力なさすぎてビビるわ。すまんすまん、コルテックス嘘でしょ。左判定厳しいね。あ、秘密のダイヤか。読んで1、次はこれ多分先だな。怖いなこれ。1、あんただよね。もういいや、もういい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 、クリアが先だってさ。あれ倒せないか。何か不事故があった時にしよう。もうえ。あーダメだな、もうこりゃあかん。あ、奥行きの判定。そうか、今のこれダメなんでしょ。あーわかんねえな。そういうことね、そういうことね。ひどいな。いやーもうちょっとこう奥行き分かるようにしてほしいな。難しすぎ。これは危ないっすね。これ起こした瞬間やられるパターンじゃないよね。はあ、これどこまで、いいとこまで降りてきたね。来た。あれでもなんかコルテックスのマークがあるね。ほい、もう壊せるほどなら先に。ひどい。あーきつい。あ、みんないる。シュナーグルのお肉最高。たくよ、料理人はどこのドイツだ。
火が強すぎだし焼き目も下手くそだってんだ。ピクルスは美味しかったよ。はあ、わしとしたことがどうしてもっと早く気づかなかった待って、頼まれたけど。はい、ということでラスボスらしいですね。頼まれたけどさ、あれあり。はい、全然進んでる気がしません。ほいほい、これ進んでるのかな。ちょっと、はあ、あ、もういいや。はい、さよなら。ちょっと待って。はい。動画。若干ね、早くなってくるの。よいしょ。おー、はい、はい。ちょっと待って、画面の動きが急に変わったぞ。よし、あと2個だったんだ。まあいいや、取れなかったやつだね。さあ、行こう。わしらの戦いを終わらせる方法を見つけたのだ。すべての始まりに戻るのだよ。一番の失敗を防ぐのだ。あれ、お兄ちゃんのことよ。さらばだ、バンディクーども。そうだね、なんならコルテックスってか、クラッシュ作らなければ、何の問題もなかったからね。わしが止めるのだ。わしを。あれ、終わりじゃなかったの？マジか。いや、もうてっきり前回でもう終わるかなと思ってたんだけどね。1996年ニトロ製作成中と。これあれだね、クラッシュバンディクが初めて出た頃の話だろうね。やっていこう、やっていこう。そっか、コルテックスさん頑張るね。ちょっとクリア目指していこうか。なかなかもう箱集めは難しい感じだね。どうせ難しいんだろうね。追ってきたのか。諦めの悪いやつだ。いい加減にしろ。誰だ、わしの秘密の回線を使っとるのは。なんだ、何者だこの偽物は。自分の顔もわからんのか。未来から警告しに来てやったのだ。フラッシュを手下にするのは諦めるのだ。必ず失敗する。マシーンが暴走し、嘘だ嘘だ。ウリオ、警備を呼べ。なぜ話を聞かんのだ。まあ話を聞かないのはコルテックスだからね。でね、懐かしくて今の装置ね、クラッシュが話しかけるときの装置なのよ。
バナナのような唇、ひがみっぽいネズミのような肌、つまり完璧な美男子なのだ。美男子なの、そういう風に思ってくれてたんだね。普通に仲良くするじゃダメなのかな。懐かしいな、こういうマップの感じは。このテイストだったのよ、フラッシュは。えいね。はい、さよなら。いや、難易度上がったな。お？お？ってことは次元っていうかタイマーは出ないって感じかな。捕まってるからね。難しくなりすぎじゃないですか。やったなこれは。危ない。しなければいいんだけどね。はい、チェックポイント。うわー、ここから。はい、マジか。終わりに終わった。ちょっと、休む暇ねえな。ああ、箱ができるぐらいね。やばい、あ、やばいな。一撃死の数が尋常じゃないね。飛んで飛んで、また上がっていくと、はい、嘘でしょ。あー、これ壊していけるってわけだね。はい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 。警備よ、セキュリティを強化しろ。はい。なんかコルテックスで返事した感じになったな。あ、意外と広いね。これはちょっと、はいはい、いいよ、その調子。よし、届かないか。ほい、
タイミングむずいんだよな。降りるだけ早い。ちょっと今のはびっくりするよ。話を聞け、頼む、話を聞け。ブレームの目、ブレームの目。完全にあの二人バカにされてんな。あ、はい。タイミング命だな。まあね。あら。あ、で、チェックチェック、これチェックポイント代わりになるんで。はい、ひどい。はい、ひどかった。左じゃない。うわ、マジか。これ乗れと。てか一箇所一箇所が長い。危ない危ない。はい。あ、やばいやばいやばい。ってそうそう、これさせなければいいだっけ。よし、なんでか抜けれた。ちょっと今日はそうだね、難しい。今回だね、今日っていうか今回だね。あー、あと何面あるんだろう。ちょっと今回ここまでやってみようか。毒ヘドロトンネルね。いや、だって箱ガン虫であれでしょ。雑魚敵の配置がちょっとえぐいな。やばそう。やばそう。もうこの地点でやばそうなんだよな。よりにもよってどうしてバンディ君を選んだのだ。最初の予定通りウォンバットにしておけばよかった。あ、そうなんだ。ウォンバットなど、このバンディ君は強く賢く何より忠実だ。その忠実がね。ちなみにバンディ君、今まで会話してない感じだけど、一応言葉喋れるらしいですよ。あ、落ちた。笑ってたら落ちた。んで、ここから。これは乗れればいける。よし。なんか、チユーって聞こえたね。てか、チェックポイントないの？マジか。もう行く。ちょっと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 。おダイヤ全部集めてるから。
てか一瞬タッチが出てしまった。やめてーくっ。しかもこれどっちだ、左か左はっ危ない。ええ、カラー緑のダイヤってあったっけ、あるか。あれこれただ俺難しいコースを選んだだけな気が。だよね、ただ難しいコース選んだだけだよね。これ何してんだろうね、このゲームね。ダイヤはやめよう、そういうことね。ボーナストラックか。あ、てか今更気づいたけどスライディングしながら回転できるんだね。お前はいあいつあのネズミ、あのネズミは、ちょっと、あ、やば、そういう仕掛けもあるわけか。あの日はやばいね。さあ忍者ダッシュ、それひどくないですか、そのタイミングはひどくない。はあ、おっとちょっと待った、にゃろ、きつい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 、もうきついきつい。いけないよね、あれね。あいつ絶対通す気ないよな。こうするしかない。なんかいる、なんか、イエーイ、いたねー、おほんまり。あのコウモリはやっつけれるのかな。あ、つけれるね、よし。あー、チェック手前であれはきつい。うん、うん、こっち、はいはい、よくわかんないけど、よし。アクアクア鳥はいです。そう、あー、いけない、行かしてくれないのか。ひどいひどい、その攻め方はひどい。はい、さよなら。あー、ひどいわー、マジで。あー、しかも炎が出るようになってるね。
ればわしだと信じてもらえる。母親の名前はシャロ、子供の頃のペットはギョロメの石ころ、好きな食べ物はバターヌードルのバター添えだ。ニトラスグリオ、わしの日記のパスワードを変えておけ。盗み見されてるぞ。まあ、あの性格だから未来から来たって言われて信用しないよね、絶対ね。なぜか行けた。おお、なんで死ななかったの今。こっちがびっくりするんだよな、そういうの。いやー、はい、次は。わかんねえなー、今の判定の差が。まあでもいけるな。俺もなんでいけたのかよく分かってないんだけど、ね、当たり判定大丈夫なんだよね。だったら問題なしなんだ。はあ、面白いね。当たり判って一回やったから無理かなと思ってたけど、そういうことか。あら、もうそんな難しく考えなくていいや。判定さえ分かってしまえばね。よし。はあ。そうだね。雑魚敵の処理の仕方を覚えたら、そうでもないね。よし。よかった、よかった。そういうことか。そういうことか、って、なるまでが長いな。むずいね。いやー。はい、ということで、今回15話はここまでとなります。16話目はこの後撮ろうかなと思いますので、ライブを見ている方は引き続きお待ちくださいということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたね。